今回の動画ではヨーロッパの農業について話をしていきたいと思います。ヨーロッパといえばいろんな食べ物、飲み物、有名なものがあるよね。例えばこの写真のソーセージといえばドイツやし、フランスといえば飲み物、ワインが思い浮かぶよね。それではそうした有名な食べ物、飲み物ってそもそもんで有名になっていたんでしょうか。またそれを支える農業ってそれぞれの地域で どうな農業が行われているでしょうか。今回はヨーロッパのそれぞれの地域ごとに農業の特徴というのを見ていきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目の地域です。アルプス山脈、イホクと書きました。イホクっていうのはそれより北側という意味です。なので、アルプス山脈ってどこやったかというと、覚えたかなここやね。アルプス山脈です。これより北側の地域なので、 この西ヨーロッパはイギリスとかフランスの中部や北部さらにはドイツこれよりもっと北に行くとちょっと変わってしまうのでこの辺りが対象になりますそれとこれより北側のこの東側の方もあるので東ヨーロッパはこの辺りもこの形の農業をしているところが多いですそれじゃあこの辺りの地域まあ気候でいうと東側は例体 西側は一年中変化の少ない比較的温暖な西岸海洋性気候になるんやけどどんな農業が行われているんでしょうか実はこうした地域特にドイツとかはそうやねんけどあんまり土地が実は豊かではないんです農業にはそんなに向いていなかったんですなので昔どういう農業をしていたかというとちょっと昔の話をしますこういう,うに土地がありますよと私が持っている土地がありますと そしたらどういう農業をしていたかというと、今年はこことここで、例えば小麦を育てます。そして、ここは休ませますということをしてました。そして、その次の年じゃどうしたかというと、今度はここを休ませます。そして、こことここで小麦を育てますというのをしてました。さらに次の年、どうしたかというと、 こことここで小麦を育てますここを休ませますということをしていましたまそれぐらい休ませないと土地が痩せてしまう養分とかがなくなって農地として使えなくなってしまうような土地やったわけやねそれじゃこの休んでいる間の土地はどうしていたかというとだんだんとここでもったいよ、もったいないよねだんだんとここで家畜を飼うようになっていきました 牛なそのようにして徐々に生まれていった形がこの地域の農業小麦とか穀物の栽培と家畜の飼育を組み合わせているのでこのような農業のことを混合農業と言います小麦やライ麦などの穀物栽培これはパンとかまさにパスタとかの原料になるものやね。 主食のの原料になるものです。それと豚や牛などの家畜の飼育を組み合わせて混合農業というのをしていくようになりましたよとこれがこの地域の農業になっていますなのでさっき話したドイツのソーセージっていうのはソーセージの原料って基本的に豚です豚じゃないソーセージはも,もちろんあるんやけどねこれを原料にして作られていますでこのお肉ってすぐ食べないと悪くなっちゃうよね かいいつもすぐ食べれるかというとそうそではないやっぱり一年中うまく保存して使っていきたいのでなので保存が効く形としてソーセージが生まれていったと言われていますさらにこれははっきりしたことではないんけどドイツは戦争が多かったそのために兵士が戦地に持っていける形としてお肉を加工してソーセージが広まっていったとも言われていますそんな理由でドイ,ツのドイツといえばソーセージと言われています。 なっててるわけね。アルプス山脈より異国の地域では混合農業が行われています。それじゃあ次、次そのドイツ今話したドイツより、さらに北の地域具体的にはデンマークやオランダではどんな農業が行われているんでしょう。ドイツの北デンマークとかまドイツの北部と同じようなえ、井戸のところにあるオランダ。このような地域ではどういう農業が行われているかと言うと、これも家畜の飼育をしています。 でこの特にオランダとかはそうやんけどここもあんまり土地が良くないんやねオランダは何で土地が良くないかというとこれ話したかな。オランダは海に面していていい他のとこより土地が低んです。なので土地が低いっていうのも書いてしまうと海より場合によっては土地が低いことがあったんやねすごい雑に書いてしまうけどこんな感じです。 なのでオランダではどういうことをしてたかというと風車を作ってオランダといえば風車も有名やね風車を作ってそこで水を引き上げてその力を使って水を引き上げてここを土地として使えるようにしていきましたまこれが昔風車がたくさんオランダで作られていた理由ですただ こういう風にして土地としてもちろん使えるようになったんやけどもともと海と近かったりもしくは海に使っていたような地域もあるのでこの土は塩分が多かったりしまするんやねそれじゃここでいい作物が作れるかいい農業ができるかっていうとやっぱ難しいですそうなってくるとじゃあ家畜を買おうということになってくるわけですなのでこのような地域でも 牛の飼育が盛んになっていきました乳牛の飼育です。たださっきのソーセージと同じで乳牛っていうのはミルクを取るわけね。けどミルクって取ってずっと使えるかってうとやっぱりこれも悪くなっちゃいます。しかも飲み物です。なのでしっかり保存が効く食べ物として使えるようにしていこうということで例えばチーズとか。 乳製品を作るっていうのが盛んになっていきました。このように乳製品をミルクから乳製品に加工するような農業のことをこれは他でも出てきたかな酪農と言います。オランダは特にその中でもチーズが盛んなんです。チーズ作りが盛んになっています。オランダの町アルクマールというところではここはチーズ作りが盛んなところやねんけどチーズ祭りというのが開かれています。これがその写真やねんけどこの黄色いの。 これが実はブロックめちゃくちゃ大きいよねこんなチーズの売買をする市場の様子を見ることができるのがこのチーズ祭りですたくさんの観光客の人がその様子を見ていますこんな大きいチーズを作ってかつそれが祭りになるようなほどオランダではチーズ作りが盛んになっていますよとそれでは次えっと気候的に言うともう一つヨーロッパに出てきた気候があったよね 何やったかって言うと地中海沿岸の地域地中海沿岸なのでこの海はねイタリアとかフランスの南部とかスペインとかまギリシャの方とかこの辺りの気候はまそのまんまで地中海性気候と言っていました地中海性気候は比較的ずっと温暖なわけね温帯の割にその温暖な気候を利用した農業が行われていますこれはそのまんまやんけと思うかもしれんけど 地中海式農業という農業が行われています。この農業は何も地中海だけじゃなくて、他にも同じ地中海性気候の地域です、例えば北アメリカの西海岸とかでも行われているような農業です。じゃのどんな農業が行われているでしょうかっていうと、少し混合農業との違いが難しいところがあるんだけど、混合農業の方は穀物と家畜の飼育でした。 それに対して地中海式農業は穀物と果物とかです。具体的にこの地域で言うとオリ,ーブオリーブオイルの原料になってるもんね。これオイルだけじゃなくて料理とかにももちろん使ったりします。いろんな種類のオリーブがあるんやね。あとはブドウやね。フランスのブドウ、フランスのワインが出てきました。これを主に丘陵地で作っています。丘陵地って分かるかな漢字を見たら分かる通り丘になっているような地域です。なのでこの写真を見ると少しここ。 丘になっている坂道になっていすこのような地形のところでオリーブとかブドウの栽培をして逆に平地では小麦などの穀物の栽培をしていますじゃあなんで丘陵地ではオリーブとかブドウを作って平地では小麦を栽培するかっていうとこの丘陵地がオリーブやブドウの果物の栽培に向いているからなんですなんでかっていうとこの坂になっていることで日光がよく当たるわけねやっぱりワインの 作るぶどうの品質はとても大事ですそれにこだわらないといけないのでできるだけブドウによく育ってほしいということでこの丘陵地では果物の栽培が行われていますさらに丘陵地やと水はけがいいやね平らな土地に雨が降ると水ってたまってしまうよねこれ米作りとかにはいいんですけどブドウとかオリーブは果物ってそんなに水を必要としません水がたまったらむしろ困ります それが丘陵地になってるとこうやって丘になってると雨が降っても自然に水が流れていってこの辺りっていうのはすごく水はけがいい果物の栽培とかに適した土地になってくるんですそういう理由から丘陵地ではオリーブやブドウの栽培平地では小麦の栽培っていうのが行われていますさらには灌貝整備灌貝っていうのは水を引っ張ってくることやね灌漑整備によってオレンジとかも栽培できるようになったりしていますよと まなのでフランスの南部、フランスのといえばワインのイメージがあると思うんやけど、この地中海と面しているフランスの南部ではワイン作りが盛んになっているわけです。そんなフランス、ちょっと最後は地域の話ではないんやけど、そんなフランス、実はヨーロッパの中では最大の、まこのヨーロッパの中心の辺りやね、ロシアとかはちょっと置いといて、ヨーロッパの中では最大の フランス農業大国す。とても実は農業が有名な国ですその中でも有名な数字としては食料自給率っています食自給率と聞いたことあるかな簡単に言ってしまうといろんな取り方測り方があるんやけどその国で食べられる食べ物の消費国民が取る食べ物の量というのがどれだけ国内の食べ物で賄われているか。 ということですなのでこの数字が多いほど自分たちの国民が食べる量は自分たちの国で作っているしこの数字が低いと逆にたくさん他の国からの輸入に頼ってるっていうことやねんな。でフランスっていうのはもちろん海外からいろんな食べ物を輸入はしているんやけど国で消費される食べ物以上に国で食べ物の農作物を作っていますよと。なので100%を超えています。 それ余った農作物は輸出をす,るわけです。なのでフランスは輸出もできるほどの農業大国になってます国でです。す。ここれはは先進日本はこの数字が最後にちょっとフランスじゃないヨーロッパの農業最後にちょっとフランスを見ていったんやけどそれぞれの地域とか 気候に適した農業が行われていてやっぱりそれをもとにソーセージとかチーズとかワインとかそれぞれの有名な食べ物や飲み物が作られているわけです。